拍手お願,お願いします。はい、それではー OK でしょうか。はい、大丈夫です。<S OK <start>. s t a r はい、リンクエルのヒグマと申します。 でうちの会社はですね医療を通あのテクノロジーを通じて医療一歩前ということをミッションにしてやってる会社でしてでメンバーがですねあの代表の金子がもともと医者でマッキンゼに来たとでそこでヘルスケアのプロジェクトをまあ一緒にやってたような私のようなビジネスのメンバーとあの友とはじめとするあのエンジニアチーム大体十数名でやってる会社ですであのヘルスケアのスタートアップっていっぱいあるんですけどその中でうちが何をやってるかというとですねあのお医者さんと一緒に現場にがっつり入り込んで、えっと、ビジネスと まあ技術をがっつり入れてスマットクリニックっていうのをですね一からプロデュースして作ってるというところですで、えっと、なぜクリニック市場なのかというとですねあの今市場的には10兆円規模で,で利益率もかなり高いと。 なんですけれどもここに来ておられる皆さんがクリニックに行ってすごい満足してるかっていうとそうじゃないんじゃないかというふうに思ってましてでまあ逆に言うと態依前としてて今の時代にこれなんですかと予約取れなかったり待ち時間長いし髪多いしと。 でえっと、これそもそもなんでこれが起きちゃってるかというとクリニックって個人商店の、まあ、集まりで,で開業医も50代以上の方が多くてで患者さんも50代以上が多いとでそんなところにです、ね、どれだけいいテクノロジーがありますよっていったところでなかなか広まっていかないと。 あのまあ、テクノロジーができなかったり入れるモチベーションがそもそもないと現場のオペレーションを変えないといけないっていう中で、まあ、このままだと変わっていかないなということでじゃあ作っちゃおうということで、えっと、昨年の10月に作ったのがククリニックタマチになりますで、えっと、ちょっと一部ですね今月から始まるようなあの新しい機能の宣伝も含めちゃってるんですけどどういう患者体験かっていうと、まあ、予約してもらうと大体平均15分ぐらいで薬もらって帰れますと。 で夜ももややっっててるし土日祝ますでキャッシュレス対応しててでクレカを登録さえしといてもらえれば来て薬もらって帰るだけあと後払いしときますみたいなこととかオンラインで見れるものはオンラインで,で過去の検査結果もスマホで見てくださいみたいな患者体験をやってます。 でそれがどう,どういう反応だったかというとです、ね、ビジネスとしてです、ね、結果的にすごい急速に立ち上がりましたとで数ヶ月で立ち上がってです、ね、1日の患者数がだいたい150人から200人で,で他のクリニックと医者の数そんなに変わらないんでだいたい3倍ぐらいですね。 年間の売上でいうと3億円ぐらいの規模にあの1クリニックだけでなっていてユニークユーザーも2万人以上いてですね口コミこれ4.3ってクリニックにするとすごいですね大体2とか3とかつけられちゃう中であのこれだけ好評で特に若い患者さんが多いっていうのをあの踏まえるとですねこういうのを求められてたんだなというふうに思ってます。 で今後はあの急拡大させていこうと思ってる一方で若いこのプライマリーケアのデータが取れてなかったからできてなかったことっていっぱいあると思うんですねでいろんなデータと組み合わせて AI で何か活用するとかそういうプラットフォームになっていけばなと思っておりますのであの今後とも応援よろしくお願いいたします以上ですはいありがとうございましたありがとうございましたではじゃあ今回は深澤さんからお願いしますはい、はい はい、あすごくね、あのー、みんなこれ、問題だと思ってると思うので、はい、まさに理想の、ね、クリニックなのかなと思うんですけども、はい、ちょっと気になったのが、その結構これって、その新規にいろいろ出店しようとしても、やっぱり認可の問題とか、はい、場所の問題とか、まあ、そもそも資本も必要ですよねとか、そ,うですね、その辺の課題があると思うんですけど、はい、ど,どれぐらいのペースでどれぐらいこう広げられそうなのかとか。そうでですすねね今 あの11月と12月に1店舗ずつ新しくオープンしてるんですけど、まあ、あのそれに賛同してくれる医療法人っていうところが結構最近見つかってきてるのであのマンパワーさえあればどんどん拡大していけるあのと月に1店舗ぐらいだったらどんどん拡大して今の時点でもいけるペースかなという,ふうには思ってます、はい、あともう1個だけあの、はい、とはいえまあ結構世の中にも病院クリニックってあふれかえってる気もしていて、はい、そのキャパ的にはまあなんか充足してるような気もするんですけど、はい、なんかこうターゲットとするその ななんでしょう。その患者さんというか、はい、どういうその人を対象にしているのかなとか、そうですね。あるんですか。はい、やっぱり若い層の人に受け入れられるクリニックだと思ってるんで、そういう層の方が多いところをメインに絞ってやってますね。あのビジネス街ですとか、若い方が住まれてる駅地かとかっていうところに絞ってやってると。はい。ありがとうございます。じゃ山口さんお願いします。御社のビジネスモデルとしては、はい、どうどういうそのクリニックから。 何かサービス収入みたいいなものを得るっていうことですかあそうですそねあの医療法人と株式会社が全く別にはなりますのであの業務委託料ですとかコンサルティング代あとシステム提供料っていうのであの一部いただくっていう形ですあんまりそのソフトウェア系の売り上が多いのかって、まあ、限界利益率が高いビジネスモデルっぽいなと思ったんですけどはい、はい、ど,どういう。 感じなんですかね。利益率ですか。はい、そうですね。あのー、まあ一回そのクリニックとして立ち上げて支援してしまえば、はい、そこからあの我々の工数的にまあかかるわけではないんで、はい、まあ。 うちの利益率もそんなに悪くなっている、ね、基本的に入れているソフトウェアの料理を取って、SaaS、はいね、と仕組みとそのメンテナンス代みたいなものでいただいて,るてうそう売り上げに比例して取るんですかけれど,うどういう感じあ基本的に固定で取る部分と、あのこれだけあの患者さんが来院された分、いただきますみたいな、そういうビジネスモデルです、ね、クリニックから見ても、その御社入れた方がまが、あ、売り上げ伸びるから、そうですねいいあの立ち上がり的にもかなり早くなりますんで、わかりました、ありがとうございます。はい じゃあ榊原さんお願いしますああ素晴らしいですね、はい、あのすねみません僕の奥さんの話ばっかりするとあれなんですけど僕の将来の夢は、えー、と平日の夜と土日だけやってる小児科に特化した病院をやりたいなと思ったんですけどもうすでにやられてて負けそうなんですけどその時彼女が言ってたのは、はい、あのお医者さんの獲得とかその品質を同じようにするとか逆にお医者さんって こういい意味で僕ももともと医療機器の営業マンやったんで、何、はい、て言うんですかね自分のポジションを高く取る方が多くて、はいはい、たくさんの患者見るのが逆に嫌だみたいなと<ー>いう方がいるんじゃないかなとか、まあ、でもう一点は医師会とか、はい、その辺のから見てどういうふうに解決されるかっていうところはい、はい、まあそうですね、やっぱりその医者の方もあのそんなに多くの患者さん見られたくないとか、まあ研究に専念したいみたいな方もいらっしゃるので、その方はうちとやるのそんなに向かないかもしれないんですけど、あの代表の。 医師の金子と含めてあのこの思いに賛同してくださる、まあ、医者の方とか医師会の方には積極的にアプローチしてまあ医者の方もいろいろ立場あると思うんでその全員の方が賛同してくださるかっていうのはわからないですけれどもまあ今の時代の患者さんに求められてるのはこうですよねって賛同してくださる。 医師の方に積極的にコミュニケーションしてやってるっていう。そうですね、半島、はい、僕も思ったのは、やっぱりお客、まあ患者さんのことをお客様目線で。やっていただけるお医者さんが増えると、すごい変わると思いますんで、で頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみに私の奥さんは看護師です <laughs>、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。